はい、どうもこんにちは、おもちゃアンネルです。さあ今回は、はい、こちら見ていきたいと思います。はい、一気にね、7種類も登場しました。ちょっと待ってくださいね、並べますからね。はい、番号順に並べまして、はい、今回はこちら、ドリームトミカのライドオンシリーズトイストーリーです。はい、今年のね、夏にトイストーリー4がね、映画公開されるということで、まあ関連するいろんなね、おもちゃがね、発売されてるんですが、今回ね、ドリームトミカでもライドオンシリーズとしてこちらのね、7種類が登場しました。まあ以前にね、発売されていたようなね、感じのね、トミカもあったりするんですけども、まあ僕はね、ちょっと持っていなかったんで、今回ね、発売されたやつね、1番から7番まで全部買ってみました。さあ、それではね、どんな感じになってるのか、順番にね、見ていきたいと思います。さあ、それではね、まずは01番のウッディ&RVカーからね、見ていきましょう。まずね、一つ目なので、パッケージの方ざっと言っておきますが、はい、こんな感じのデザインになってますね。まあ、ギミックがちょっとあってね、結構楽しめそうなね、トミカになっています。さあ、それではね、まあ僕的にはこのライドオンのね、フィギュアがね、かなり気になるところですが、ではではでは出していきましょう。はい。あ、パッケージの感じはこうなってますね。上にミニフィグで、下に、よいしょ、トミカです。さあさあ、それではね、ちょっとウッディからね、いきますか。ではではでは出していきますが、はい、こんな感じのフィギュアになってますね。結構、細かいところまで精巧に作られてて、表情なんかは非常にいい感じだと思いますね。で、体の形は単純なんですが、プリントによってこんな感じで服のね、デザインが再現されております。で、稼働する場所は首と、あとは腕は両腕ね、連動して稼働ですね。で、足も両足ね、連動して稼働します。いや、なかなか可愛くてね、いいフィギュアになってますね。で、もう一つね、トミカの方が、こちらが RV カーです。はい、車両自体はこんな感じになってますね。ライト関係やグリルのところは塗装仕上げになってて、あとここの窓はシールですね。側面見てみると、はい、横のこちら一面はシールになっておりまして、あとこの辺りは塗装の仕上げになってます。で、ホイールはよくあるね、タイプのものが使用されてます。で、後ろ側はこんな感じ。こちらもシールで再現されてて、なんかちょっと佐川急便みたいね。なんかこの色の感じがね。で、レンズ関係は塗装ですね。で、反対側の側面。あ、こちら側のデザイン結構かっこいいですね。ここの部分シールで、それ以外は型がね、ちゃんと作られてて、塗装仕上げになってます。結構可愛い作りですよね。で、上の部分は、はい、こんな感じで、こちら側も割とね、細かく作り込まれております。で、底の部分は、はい、こんな感じになってます。で、この車両ね、ギミックは、この後ろの部分がこんな感じで取り外すことができて、ここの部分にですね、このライドオンシリーズのフィギュアはどれでもいいんですけども、付属のウッディをこんな感じで座らせることができますね。で、座らせた状態でね、もちろんこれも取り付けれて、反対側の窓から、はい、こんな感じでウッディが見えるようになってます。ちょっとね、顔の向きを変えてみましょう。くるっと。はい。これで OK かな。おー、なんか楽しそうですね。いや、なかなか素敵なトミカになっておりました。はい。ということで、一つ目のね、トイストーリートミカは、ウッディ&RVカーでした。さあ、それではね、残りね、6個もあるんで、どんどん見ていきたいと思います。さあ、では続いて2番目なんで、こっちですね。続いては、ボーピープ&スカンクカーです。では早速ね、開けてみていきましょう。お、スカンクカーすっごい大きい。おー、すごいね、これ。面白い。で、フィギュアは上に入ってます。ではではまずはフィギュアの方からね、出していきましょう。あ、これも結構可愛い感じですね。はい、こんな感じになっておりまして、まあ細かいね、服のね、デザインとか、あと腕のところとか塗装で再現されてますね。で、表情のパーツはこのような感じで、結構造形細かくて、色もね、ちゃんと塗られてるんで、ボーピープ結構可愛い感じにできてます。で、こちらも動くところは頭と両腕と、両足ですね。うん、かわいいフィギュア。で、これがかなり大きい。続いて、スカンクカーでーす。よいしょ。おー。
すごいねこれ。ではね、くるっといってみますが、まずね、顔の部分こんな感じで、目がね、ブルーに塗られてますね。で、ここから見ると、はい、こんな感じになっておりまして、足のね、この内側にタイヤがね、隠れているような感じになってます。面白いですね。で、後ろの部分は、はい、こんな感じで、おっきなね、尻尾がついてます。で、反対側の側面は、このようになっておりまして、この上の部分がパカッと開くようになってるんで、ここがね、蝶つがいになってますよね。で、上から見ると、こうなってて、そこの部分は、はい、こんな感じになってます。ホイールのカラーは目立たないように、茶色ですね。で、この茶色のね、ギミックは、この上のね、一応ルーフという名前らしいんですが、ルーフの部分がね、こんな感じで、開閉できて、で、この部分にフィギュアね、乗せることができるようになってます。立ったままでね、乗せてもいいんですが、ここね、閉めるときは立ったままだと閉まらないんで、普段はこんな感じで、座らせてね、中にね、乗せてあげましょう。閉めてしまうと、スカンクカーは外からは見えませんね。で、これね、ライドオンシリーズなんで、もちろん、先ほどのウッディをこんな感じで乗せることもできるようになってます。ただ、ウッディちょっと大きいんで、乗せた状態では閉めることはできません。無理にね、閉めないように気をつけてください。はい、ということで、二つ目は、ボーピープ&スカンクカーでした。なかなかちょっと面白い車でしたね。さあ、それではね、次の車、行ってみたいと思います。では続いては、はい、三つ目。はい、こちら03番、バズライトイヤー&宇宙船。これ結構良さげなんですけども、ではでは、ちょっとね、開けていきますね。じゃーんと、まずは、フィギュア、おわー。バズライトイヤー結構好きなんですよね、僕ね。で、こちらが、トミカです。これはもう、トミカではないよね。一応、走るみたいなんですけど。さあ、では、フィギュアの方ね、出していきまーす。はい、こんな感じですね。おー、かわいい。これはいいですね。結構形の作り込みがすごいですよ。なかなかいい感じでできてます。で、パーツの色分けもちゃんとされておりまして、あとヘッドパーツは結構小さめなんですね。すごい。で、動く場所は首と腕と両足とね、なっていて、まあ他のフィギュアと同じです。いいですね。本当に想像以上にね、いい感じのフィギュア。これは嬉しい。で、はい、こちらが宇宙船ですね。もう船って言ってしまってるんでね。車ではないですが、はい、くるっと、まずね、外観はこんな感じです。これは正面になるんですかね。バズライトイヤー、スペースレンジャーと書いてます。ここはすべてプリント仕上げですね。で、側面や、これが一応背面になるんですが、こちらには特に何もイラストなどはないですね。上の部分に下の部分です。で、タイヤがこちらに4つついてるんで、手転がし遊びするときはこんな感じで動かすことができまーす。なんか面白いですね。で、あと、ここの部分が開閉ギミックになってるんで、はい、ここにバズライトイヤーをね、こんな感じで乗せることができるようにもなってまーす。いいね。おー、もうこれはフィギュアありきですね。なかなか素敵な光景ですね。で、こちらに、まあ、とりあえず、今回は全部ウッディ乗せましょうかね。はい。ウッディを乗せると閉まるかな？帽子が大きいんでね。あ、閉まりました。こんな感じになります。いやー、これも良かった。はい。ということで、三つ目は、バズライトイヤー&宇宙船でした。いや、トミカというか、まあ、素敵なトイストーリーのおもちゃになってますね。ではね、次のね、車行ってみたいと思います。はい。続いて4番がこちらですね。エイリアン&スペースクレーンです。まあ、これもどちらかというと、車っぽくはないんですけど。さあ、ではどんな感じになってるかね。早速開けてみていきたいと思います。さあ、ではね、どうなってるんでしょうか。まず上にエイリアンのフィギュアですね。で、下にこれがスペースクレーン。思ってたより小さめかな。さあ、ではエイリアンの方からね、見ていきましょう。よいしょ。はい、こんな感じのフィギュアになっております。結構小さめのサイズになってますね。足と手がね、他のこのね、フィギュアと比べて短めになってます。サイズ感が可愛いです。で、動かせる場所は両腕と首のところだけで、足はね、動かないようですね。
で次にこのスペースクレーン。はい、なんだこれどこが正面でしょう。あ、ここが正面ですね。はい、くるっとね行きますが、まずプライズと書いておりますね。景品ですかね。でくるっと、どこが側面かわからないんで、ここにスペースクレーンと書いてます。でこちらが多分後ろ側で、反対側にもスペースクレーンと書いてますね。でくるっともう一度正面に戻って、上から見るとこんな感じです。なんか卵みたいな形で非常に可愛いですね。でそこはこんな感じになってます。でこの車両ね、ギミックはですね、タイヤがあるんで、もちろんこんな感じで手転がしでね遊ぶことができて、あとはこの部分がパカッと開きます。で運転席になってるんで、この部分にエイリアンを乗せてあげると。で単体で遊ぶときはこのままね閉めてあげて、これでエイリアンのね登場完了なんですが、このスペースクレーンね、この蓋のここの部分にもミニフィグが乗せれるようになってて、はい、バズライトイヤーをこんな感じで乗せると、ここに他のミニフィグを乗せてあげてと、この状態でもね手転がし走行ができるようになってます。なかなかこれは他との連携遊びが楽しくていいですよね。なかなか面白いねトミカになっておりました。ちなみに運転席にとウッディを座らせると、はい、こんな感じになります。さすがウッディ、何でもよく似合いますね。かっこいい。はい、ということで4つ目はエイリアン&スペースクレーンでした。それではね、次のトミカ行ってみたいと思います。ではでは、これで5つ目です。はい、05番はジェシー&アンディのおもちゃ箱です。いや、これもなかなか可愛い車だったそうですね。おもちゃ箱というか、まあ宝箱のような感じのミニカーですね。ではではでは、出していきましょう。はい、まずはミニフィグと、お、結構大きい、背高めで、こちらがミニカーですね。ではではミニフィグからいきましょうか。こちらもジェシー、なかなか大きい、すごいねこれは。はい、こんな感じになっておりまして、大きさ的にはウッディと同じかな。この帽子のパーツもどうやら同じっぽい気がしますね。ちょっと比べてみましょう。あ、嘘です、全然違いました全然違った。ウッディの方が余裕で大きいですね。で帽子の形もまあ似てはいるものの違いますよね。ちゃんと作り分けてて素晴らしいと思います。でジェシーも前と後ろの服のデザインはプリントで再現されてて、あと動かせる場所は他と同じですね。頭に両腕両足のパーツです。でこちらアンディのおもちゃ箱、これはなんで入ってんのかな。あ、連結パーツの保護用ですね。てか今初めて知りました。連結パーツがこんな感じで付いてるんで、何台もつなげることができるんですねこれね。でこちらはこんな感じですね。前の部分がこうなってて、後ろの部分はこんな感じで、横から見るとこんな感じで、タイヤがかなり大きいものが付けられております。形も割とねちゃんと作られてて、塗装の塗り分けとかもちゃんとしてますよね。でここの部分は塗装仕上げなんですけど、宝箱のこの側面ですね、この緑色のところはシールになってます。これは反対の面も同じ仕様ですね。でギミックなんですが、はい、タイヤ大きいんですかね。このタイヤで手転がしができるのと、でおもちゃ箱の蓋がこんな感じで開いて、ここの部分にどうやら3つこんな感じでフィギュアがね乗る場所があるんで、3体乗せれるみたいですね。まず普通にジェシーを乗せると、はい、こんな感じです。なかなかね可愛い感じになります。で後ろにはバズライトイヤー乗せてみましょう。はい、よいしょ、このような感じになりまして、おー、これもいいね。で後ろちょっとね、あんまり広さ余裕ないんで、エイリアン行きますかこんな時にちょっとちょうどいいサイズのエイリアンね。はい、こんな感じで3人乗せることができますね。一番後ろは多分ねエイリアンじゃないと無理っぽいですね。足曲げてもうちょっと厳しい、まあ、なのでエイリアンがベストと。でこの状態で蓋もはい閉じることができます。なかなか賑やかですね。おー、かわいい。あ、開けすぎたこれは開けすぎたらダメですね。はい、なかなか楽しい感じでしたが、よいしょっと。はい、こんな感じで
5つ目はジェシー&アンディのおもちゃ箱でした。ではね、次のタミカ行ってみたいと思います。ではでは続いては6番目、ブルズアイ&カートです。あ、そっか、よく考えたらこれあれですね。あ、乗ってましたね。ブルズアイ見て思い出しました。おもちゃ箱はブルズアイと連結して遊ぶんですよね。まあ多分ね、おもちゃ箱で、ね、何個あってもいっぱい連結できると思うんですけど、正しくはそのような感じになってます。さあでは出していきますが、お、すごいねこれ、ブルズアイ大きい、かわいいね。で、カートの方がこんな感じ。こちらは割とコンパクトですね。どっちかというとこっちか、メインはブルズアイの方ですね。よいしょ。さあではではでは出していきましょう。はい、まずブルーズアイの方ですが、顔の形や色とかが非常にいい感じで作られております。めっちゃ表情可愛いですね。縦髪とかもいい感じですね。で、横から見るとこうなっておりまして、後ろ側はこんな感じ。あ、足の裏にあれですね、アンディのサイン入ってますね。よいしょ、ちょっとこれ曲げておきましょうか。こんな感じでアンディですね。おー、素敵、かわいいですねこれ。で、反対側の側面はこうなっておりまして、上から見るとこんな感じです。で、一応下からも見てみるとこんな感じになってます。で、動く場所は両足になってますね。で、もちろんブルズアイね、4本の足でこんな感じで立たせることもできるようになってますね。いいね、ほんとかわいいですね。ではもう一つね、カートの方もね、見ていきましょう。はい、このカートは割とシンプルですね。タイヤとかボディとかはすべて茶色になっておりまして、ここにブルズアイを取り付けるピンがあります。で、連結パーツがこんな感じでついてますね。で、そこはこんな感じになってます。さあ、ではちょっと早速乗せてみましょう。はい、ブルズアイをちょっと手足をね、後ろにして、こんな感じになります。はい、なかなかね、かわいいトミカが完成しました。素敵ですね。おー、かわいい。で、さっきのおもちゃ箱と連結してあげると、はい、このような感じになって、おー、いいね、これこそトイストーリーの世界観というか、素敵ですね。はい、こんな感じでね、よいしょ、ジェシーを乗せて、で、バズライトイヤーもね、それちょっと乗せましょう。で、前にはもちろんね、ウッディを乗せてあげると、これでいいですね。トイストーリー感出たね。これはなんかちょっとサムネイルにしたくなるような絵。おー、やった。これは買ってよかった感めっちゃあります。素晴らしい組み合わせですね。で、これ逆向きでこんな感じで連結させることもできるようになってるんで、またこれもね、違った遊び方ができますよね。楽しい。とりあえず楽しい。かわいいですね。いや、ずっと遊んでしまいそうですが、よいしょ、一回ね、戻しましょう。よいしょ。はい、ということでね、6個目、これも素敵でしたね。こちら、ブルズアイ&カートでした。おもちゃ箱を買った人は絶対こちらもね、セットでね、買ってみてください。かなりおすすめです。さあ、それではね、次のテーマ行ってみたいと思います。ではでは続いて7つ目、これでラストになります。はい、これはね、いくつあってもいいかもしれません。グリーンアーミーメン&ミリタリートラックです。さあ、それではね、行きましょうか。どんな感じになってるんですかね。なんかすごい面白そうなんですけども、ではではでは出していきましょう。まずミニフィグですが、おー、サイズ感が小さい方ね、エイリアンと同じぐらいですね。で、ミニカーの方がこんな感じ。あー、これは素敵っぽい。さあさあ、ではね、行きますが、まずはミニフィグのグリーンアーミーメンですね。よいしょ。はい、あー、なるほどね。これはね、思ってた以上のサイズ感よ。かわいいな。もう少し長身でもよかったと思うんですけども、これはね、ちょっとね、3つぐらい欲しいですね。で、動かせる場所は頭のパーツと両腕になってます。エイリアンと同じようにね、足は動かせませんね。いや、素敵ですね。2体ぐらい入っててもよかったね、これね。で、続いてミリタリートラック、はい、くるっと見てみますが、こんな感じですね。ここの部分が倒れてるんですけど、あ、起きた起きた、よかった。可動ギミックになってですね、なかなか素敵ですね。色はもう全体的にグリーンなんですけども、ボンネットの部分には星のマークがちゃんとプリントされてます。で、くるっ
と後ろ側も行きましょうか。はい、こんな感じでスペアタイヤもねついてるんですけど、こちらはボディと一体成形ですね。で反対側の側面はこんな感じで、で上から見るとこのようになっておりまして、底の部分ははいこんな感じになってます。でギミックなんですが、先ほど動かしましたここの部分が稼働するのと、あとはちゃんとねサスペンション機能もついてるんですね。これは素敵です。でもちろんねこのねミニフィグをこちらにね乗せることができるんですが、こんな感じで2体ね乗せることができるようになってるんで、とりあえず前にこんな感じで乗せてみましょう。あ、腕は出した方が良さそうですね。はい、こうして乗せると、はいこんな感じになって、いやなかなかのディフォルメ感フィギュアが可愛いですね。こんな感じになります。で後ろにじゃあウッディーブをねちょっとね乗せてみましょう。はい、こんな感じになって、おー、これも他のねミニフィグを乗せるとエジカラーアップですね。かっこいいね。バズライトイヤーの方がいいかな。よいしょ、ちょっとね乗せてみますね。はい、こんな感じになってね、あー素敵、よくお似合いでエリアも行こうか。なんか結局全部乗せそうな気もするんですけど、とりあえずエイリアンで男。はい、エイリアン可愛いですね。まあこんな感じでいろんなねミニフィグを乗せることもねもちろんできるようになってます。ということで、はい、ラストね7つ目はグリーンアーミーメン&ミリタリートラックでした。なかなかトミカとしてミニカーとしてもね出来がいいと思うんで、割とこうおすすめのねドリームトミカになってきますね。まあ気になる方はぜひ買ってみてください。はい、ということで今回は夏にね新しくねトイストーリー4の映画ね公開されるということで、こちらね7種類のねトイストーリートミカがね一気にね登場して全部ね買って紹介してみましたが、さあ皆様ねいかがだったでしょうか。いやもう僕自身ね正直ね、なんで前の時にこのトミカを買ってなかったのかと自分にね問いただしたくなるようなね、本当にあの素敵なねトミカにね仕上がっておりました。いやもう本当にこのトイストーリーの世界観ってやっぱおもちゃじゃないですか。でそれをねおもちゃで出すともうそのままなんですよね。めちゃくちゃ可愛いおもちゃ感がたまらないですね。まあなので本当にあのトイストーリーファンの方、そしてこれからね映画を初めて見てトイストーリーのことがね好きになった方とかはね、ぜひねこれはねおすすめしたいねアイテムになってるんで、気になる方はねぜひね買ってみてください。でこちらねあの一応トミカなんですけど、あのねいろんなお店見たんですが、一緒に発売されたね普通のトミカとかより断然ちょっと数がね少なめなんですよ。まあ売れるか売れないかって言ったら多分普通のトミカよりはやっぱ売れないと思うんですけど、でも数が少ないと思うんで、まああるね一定の数量しか出回らないと思うんで、気になる方はちょっとね早めにね買っておいた方がいいかもしれませんね。まあといってもあくまでも僕の推測なんでね、まあ皆さん本当ねあの気になった時にぜひね買ってみてください。ということで今回はねこのあたりにしておきたいと思います。ハモチャンネルのタルでした。皆様のチャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。あとツイッターやねインスタもやってますんで、そちらのフォローの方もぜひよろしくお願いいたします。では今回も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いいたしましょう。ではではごきげんよう、さよなら、バイバイ。